にちは。住まいで暮らしを楽しむチャンネルナビゲーターの倉田亜美です。今回はトリニティグループ家族信託部門マネージャー司法書士浅沼玲奈さんのご紹介です。前回ご好評いただいた家族信託のセミナーとなります。それではセミナーの一部をご覧ください。じゃあここでですね、ちょっと問題なんですけど、じゃあ家族信託って一体何なのっていうお話ですよね。さっきから私家族信託って言ってますけれども、これは非常にシンプルな制度になります。ご家族、これご家族じゃなくてもいいんですか、ちょっとお話ししますけれども、とにかく信頼できる方に自分の財産管理を信じて尽くす制度ということで、よくこう信託っていうと、例えば投資信託みたいに金融機関が扱うような商品とかですね、あるいは資産の運用ですね、自分の財産をどう増やしていくかみたいなのをプロにお願いして託してやることではないですし、あとは銀行が取り扱う有料信託になりますけれども、これともまた違う制度ですね。でこの家族信託っていうのは、なんでこう今こんなに注目をされているのかというと、活用の幅が非常に広くで、柔軟性があるんですね。これどういうことかというと、簡単に言うと、親子、例えばじゃあお父さんの財産をお子さんに預けて管理をしてもらうというと、私たちはそのお父さんとお子さんの間で契約を結んでもらうんですね。この契約を結ぶときに、お父さんがじゃあどういうふうに財産を管理してほしいのか、自分のお金をどう使ってほしいのか、あるいはこの不動産を介護施設に入った時は売却してお金に換えて私の介護費用に使ってねなのか、あるいはここの不動産は、先祖代々本当に大事なものだから絶対売るな、その代わり活用はしません、まあ、そういうことを考えていくんです。ここの家族の契約っていうのは本当に世界で一つオリジナルの契約。今日はちょっとあんまり難しいですね、制度のお話はするためはないんですけれども、ちょっと仕組みだけお伝えすると、家族信託というのはこういうふうな登場人物があります。これ信託法の言葉ですけれども、委託者というのを自分たちは、これは財産を持ちで、財産の管理を尽くす方というのです。例えばご両親ですね、お父さんで、その方が例えば長男に自分の財産を管理をさせようと、これを受託者、でここがものすごく大事なんですけれども、その不動産の管理をお子さんに任せたとして、じゃあ任せた財産というのは一体誰が使う権利があるのか、誰がその不動産を本気で受けるのか、これがご両親の実際任せた人が、財産を託した人が自分のために使ってもらうということです。ちょっといろいろ書いてあります。今日は例えばですね、2つ今日ちょっとお話しします。先ほど申し上げたように、自宅を託して、自分が介護施設に入った時に子供に代わりに来るかな。ただお子さんは、その不動産、売った後の財力代金を必ずお子さんお母さんのために使う。まあ、こういう制度。あるいは例えばその賃貸用不動産、アパートを持っている方はお子さんにアパートを、そして財産を管理してもらって、例えば入居者が変わった時に賃貸借契約をお子さんに結んでもらう、あるいはもし修繕が必要だったらそれをお子さんに全部譲ってもらう、で、そこから上がってくる賃料っていうのを自分のために使う、まあ、こういう制度。これって親にとってはいいかもしれないけど、子供は大変なことばっかりで何もいいことないじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、実はお子さんにとっても結構メリットがあるんです。それなぜかというと、ゆくゆく自分が相続する物件の、メンテナンスとかケアっていうのをお父さんお母さんが亡くなる前に自分でできる、つまり自分が相続する物件、あるいは相続する物件、こういうものを自分が管理ができるメリットです。であとはお金ですね。お金っていうのはそういうふうに管理をしていただくと、例えばこれお父さんお母さんが、先ほども言いましたけれども、銀行の口座を凍結してしまうと、でその時に、じゃあ自分の名義の口座でお金を置いておく
と、もしかしたら自分がボケてしまったらお金が落ちなくなってしまうかもしれない、あるいは出し入れができなくなってしまうかもしれない、まあ、そういうふうになった時にここさんの名義の口座を一つ使ってそこに預けておきます。そこからちゃんと契約の中でここの口座で管理しますけど聞いていくんですけれども、そうすると結局ご自身が何かあったとしてもお子さんが自分の名義で管理しておりますから、お子さんが出し入れます。ただそこに口座に入っているお金っていうのは必ず親御さんのために使ってくれる、そういうふうなことはあります。ちょっとこれってお子さんにとってもいいんですね。そういうことかというと、自分の親が買い出した時に親御さんの口座が凍結されてしまったら、やっぱりお子さんが全部立て替えてあげる。だけどそれは親御さんの金を自分の口座で預かっておくことができれば、自分が親御さんのお金を使って最後まで買い出した時に、あともう一つちょっと信託が面白い機能があるんですけれども、これはこれなんですね。じゃあ家族信託っていつ終わるの、どういう時に終わらせたいのというと、お父さんお母さんの認知症対策、お父さんお母さんの生活のために組んだ契約ですから、お父さんお母さんが亡くなった後に信託を終了させます、ね、でそうすると、その時に信託された不動産とか、あとは信託されたお金が残っていた場合に、自分が亡くなった時、まあ、つまり信託契約が終了したときに誰に渡すのかというのを契約になります。これ何かっていうと遺言ですよね。つまり信託ってどういうことかっていうと、自分が生きている間に自分の財産をどうやって有効活用してもらうかっていうことをまず契約になります。あとは自分が亡くなったときに誰に何を渡したいかっていうことも契約になります。自分の生前対策し、遺言の機能もあります。これが家族信託になります。ちょっとポイント書いてみましたけれども、まあ、先ほどそのちょっとお金はね子供の口座で預かります。あとはこれ財産の名義が変わるっていうふうに書いてありますけれども、不動産の場合は登記簿にですね、法務局にこの人が管理人ですよという登録をするので、不動産にも預かっている人はこの人ですよと、受託者、管理している人はこの人ですよという名前が変わります。なので名義は変わる。だから託された人が財産の管理とか運用とか処分とか、そういったことができる。ただ、名義は変わる。つまり例えばお子さんの口座にお金を移して管理して、あるいは不動産の名義をお子さんを登録してその人の財産管理をしてもらっても、これ贈与じゃないんですよね。例えばお金って誰のために使っているの、お父さんお母さんなんですよね。あるいは、他人の登録をした不動産をもし売却したらそのお金って誰のために使っているの、お父さんお母さんなんですよ。なので、あげたわけではないので、贈与税は発生しません。贈与税は発生しないんだけれども、管理だけは持っていることができるんです。なので、例えば今まで通り確定申告されている方っていうのはお父さんお母さんの名前で確定します。であとはですね、いろいろ書いてありますけれども、6番ですね、信託した財産をご自身が亡くなった後で誰に引き継がせるかっていうのを書けるので、遺言の代わりにもなります。あとは信託契約っていうのは、ここは大事なんですけれども、あくまでお父さんと息子さんの約束事なので、まあ、契約能力があるかもしれないですね。なので、自分の判断能力があるうちに引き継がせる。先ほど私が判断能力が完全に失われてしまった方はどうなるんですか、ただ成年後見。だけど成年後見を使わないためにじゃあどうすればいいんですかっていうと、家族信託でもしどなたかに使ったらいいのでしたら、その方と約束をしておいて自分が何かあった時のためにしておいてください。これもパッと目で見ていただければ分かるんです。つまりご自身が健康な状態の時から、あとは無相続、あるいは二次相続ですね、の時まで全て対応することができるという仕組みです。こういったことにも実は家族信託で使えるんですよというお話です。これ何かというとですね、ちょっと相続税対策のお話に移ります。相続税対策、もし不動産を使った相続税対策をしようと思ったら2つですね。
例えばその金融資産をお持ちの方がお手持ちの現金あるいは証券の方だとしてそれで不動産を購入されるかです。あとはですね、土地お持ちの土地とかそういうものをあとは親から相続した土地の活用をしたい場合に金融機関が借り入れをしてアパートを建てるっていうこれも一般相続税なんですけど、でもよく私は思うのは例えば今って、まあ、ちょっともうデータで見てもそうなんですけど結構ご主人が亡くなって奥様がちょっと長生きをされるというパターンもあるんですね。そうするとやっぱり女性っていうかそのあんまちょっと性別的なあれですけれどもあのご主人が結構不動産好きで活用してたりとか土地持ってて亡くなったりすると、相続税はやっぱり配偶者にこう渡した相続させた方が相続税の控除とかも使えるのでじゃあお母さんに一回相続のね土地とか建物とか渡そうかっていう場合に特に自宅ですよねあとそうすると結構広い土地と、あと古屋をお母さんに相続させるんだけれども、お母さんがじゃあ介護施設に入った時、その後土地どうしようとか。でそういうのが、やっぱり子供の方がいろんなこと考えたりするわけですよね。でなんか、年齢と土地広いから、じゃあここアパートに行って、ちょっと相続税対策しようかなとか。でそういう場合に、やっぱり基本制度っていうのが使える。でどういうふうなことかっていうと、例えばですね、これお父さんになってますけれども、まあ、土地をお持ちの方が、まあ、自分でも今から金融機関が借り入れして、アパート建てるってもめんどくさいと。確かに自分が今から金融機関が借り入れをしてアパートを建ててあげれば、子供にそういうふうに資産を残してあげられるし、あとは自分が亡くなった時にもし借り入れが残っていれば、相続税が差し込まれるわけですよね。だから、まあ、そういうふうにやってあげた方がいいのは分かるんだけれども、めんどくさいという場合に、例えば土地を子供に任せて、もう君が活用しなさいと。それはいいと。ただ、君が判断して活用してもいいけれども、その土地から上がってきた収益は自分の介護費用に使ってるっていうふうな契約をするんですよ。そうすると、例えば、その長男が分かったと。じゃあ自分がお父さんから預かった土地で資産活用するよとか資産運用するよとかそうすると例えばその長男の方が銀行から融資を受けて建物を建築してアパートを運用する、まあ、こういったこともできる。じゃあこれ何がいいかっていうと、もともとちょっと前にこの土地って誰のものだったんですかっていうと、これお父さんのものだったんですよ。つまりこの受託者、息子さんっていうのはどういう立場にあるかというと、お父さんから土地を預かって、お父さんから頼まれたから銀行からお金を借りて預けて、建物を建てて預けて、その賃料をお父さんとかお母さんの介護費用に使ってあげるっていう立場なんです。そうすると考えてみると、この息子さんって実は1円も得してないですよね。土地を預かって、銀行から借りてあげて、建物を建ててあげて、だけどその賃料はお父さんお母さんが来たら全部お父さんお母さんのために使ってあげて、1円も得してないんですけど、実はこれが相続税対策。つまり、そのお父さんお母さんが亡くなった時に、じゃあ銀行からの借りてって、誰が債務、まあ、要は銀行借りてるってなるんですかっていうと、全体的にはこれお父さんお母さんに。何が言いたいかというと、この長男の方は借りてあげてるだけなので、結局税務署からすると、お父さんお母さん借りたことになる。つまり、長男が全部手続きをしてあげられるんだけれども、お父さんお母さんが亡くなった時にもし銀行の債務が残っていたら、これはお父さんお母さんの債務っていうふうに見なされるので、相続税が発生されるこういう制度ですね。こんなことも家族信託ができる。ちょっとこういろいろ書いてみたので、後で私が今日お話ししたことは具体的に書いてありますから、もしね、ご興味のある方は見ていただきたいんですけれども。
まあ、例えば結構大変なんですよね、これ。私たちもよくこういうスキームでやってますけれども、不動産業者の方もね、建築計画立てて、どんな建物にしてるか、結構楽しいんですけれども、まあ、契約とか、そういったことから気が重いと。で、今ちょうど私一緒にやっている方々が、全然お母さんがですね、そういうところ動かなかったんですけれども、まあ、家族信託を組んで、娘さんがですね、預かって、で、私がもう全部そういう銀行とか手続きはやるからって言った瞬間に楽しくなったみたいなのか、で、なんかこう、今すごいウキウキで、なんかドアの取っ手はどうするとか、なんかポストはどうするとか、まあ、そういったことを一緒に考えてます。まあ、これって結局子どもにとっても相続税が圧縮され、でしかもまあお父さんお母さん亡くなった後にアパートが手に入る、しかもお父さんお母さんが亡くなる前から自分がアパート経営をやってたわけですから、まあ、そのまま引き継げるわけですよね、まあ、そういったことができる。いかがでしたか。浅沼さんからは少子高齢化の現代における資産管理方法を分かりやすく解説され、今回は不動産オーナー様必見の家族信託を使った相続税対策のお話もありました。トリニティグループの詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ここ土屋グループ銀座ショールームでは様々なセミナーやイベントが開催されておりますので、銀座ショールームで検索してみてくださいね。よろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。また別チャンネルではございますが、倉田亜美でございますでは私のプライベート動画も配信しておりますので、こちらもぜひ概要欄からチェックしてご覧いただければと思います。それでは本日は以上となります。チャンネルナビゲーターは倉田亜美でした。